車がどんどん入っていきます特に右の車線バイクと歩行者専用の検査道が新設されましたここは北東市林科学園区のドライブスルー検査所です5月5日に新規感染者数が3万人を突破し人々は心配しています陳治中衛生副利部長は先頃国内の感染ピークは5月20日になる可能性があると語っています 台湾のピークは5月下旬か末ごろになるだろう感染者が10万人を超えることは難しくおそらく5万人超だろう今後のピーク時の状況について衛生福利部の予測を見てみると5月11日に短日の新規感染確認が5万から10万人出ると見ていましたが予測範囲内の5万7188人でした指揮センターは5月末以降に新規感染者がピークから減少に転じると見ています しかし台湾大学病院の李平英医師は新型コロナの程度流行は3ヶ月から5ヶ月続くと考えており林志壁医師はピーク期は1ヶ月半続くと考えています寒い時期に入った時再びやってくるさらに新亜種 BA.4 や BA.5 が出てくるもしくは今後もケースが続くだろう感染拡大が続く中高校入試が近づいてきました医師の中には1万人の受験生が感染し感染がさらに広がると予測している人もいます 医師は保護者は試験に付き添わないように学生は試験会場ではなるべく会話をしないように提案しています。 どの国もそうだがオミクロン株の流行期間中最も重要な観察ポイントは医療提供体制がその負荷に耐えられるかどうかだ間もなく感染のピークに差し掛かろうとしており医師は簡易検査で陽性の市民はコロナ専門外来あるいはドライブスルー検査を利用することで医療能力を維持し共に感染症を乗り越えようと呼びかけています <music>